皆さんお待たせいたしました。第2部です。さあ、連覇のかかる当選欄に果たして弱みはあるのでしょうか。柏木さん、丹下さん、弱みありますか。あのね、はい、一部で言った強みっていうのが、はい、何項目か挙げたと思うんですけど、はい、それが全部弱みにつながる強みのような気がするんですよ、うんうん、ああ、そうなんですか。うん、うん、昨年の勝ち時計や内容は、はい、マイルチャンピオンシップとすると、うん、本当は標準以上なんだけど、はい、その後を見てると あれ相手が多かったんじゃないかなっていう危険がある。だって初めての戦力の馬にだってまとめて差し切られたんですよ。で、当選ランが強いのか、うん、相手がちょっと緩かったかなという危険はある、うん、本当に強かったら安田記念だって、うん、まあ不良馬場もあったにしろ、うんうん、ある程度の結果も本当に強い G1 馬なら残せたはずだという疑いなんかもあるし、うん、大事に使ってるっていうのはここ一番にしかかけられないものっていうのも弱さみたいなのもあるかもしれない。あとは京都のマイルチャンピオンシップってどちらかというと安田記念と違ってこうバランスが崩れないんで、当選ラっておそらく後方に溜めてるでしょう。二度同じことができるか、相手がちょっと強かったらダメだという危険はある。で、最初から後ろに行くというのは後ろにいるというのは他の距離はともかく京都のマイルでは損、圧倒的に損なんで、最初から後手を踏んだらもうそれは大きなマイナスだから、それを逆転できるかというのは、いや人気はなんだけどそれは弱み。うわ、うん、ね、なんでこんな弱みばっかり言うんだろうね、うん、あとはね、やっぱ嫌いたいんだよ。いや京都コースにね、うん、当選ラー以上の持ち時計と記録を持ってる馬が、うん、あ、そういうこと、そういうこと、うん、そういうこと、印をつくような伏兵が今年はいると思います、うん、急にちょっと弱気になってきましたね。いやあなたが強みはどうだ弱みはどうだっていうのでそうですよね、聞いたのは私ですからね確かにはい、ありがとうございました。マイルチャンピオンシップの出走馬を金銀銅の札で評価していきます。秋の G1 シリーズ一番人気は5連敗、一方重賞未勝利馬が5連勝となっていますが、今週はどうなるのでしょうか。ではよろしくお願いします。蓬莱秋子